今日は停止ドライバーキャリスペタンクーター。それではスタートします。このヒートはニュースタートの木村選手が見事に最終コーナーを1本プレスしてきた。2番手に上がってきたのは三瓶選手とか山本選手が3番手。さあこの三瓶選手がいいのを伺う、2番手争いが激しい。さあ木村選手と、2番手争い中間にちょっとギャップが開いたか。さあ2番手の中間の三瓶選手、佐々木選手が三瓶選手のいいを狙ったがここでクラッシュ。そして2番手上がってきたのはおなじみのモードスペシャリスト古田選手が2番手に浮上。さあ3番手には、若手ドライバー杉浦選手、そしてその後ろ鈴木明選手、そして3手選手、坂本選手、のようですね。さあこれまた2番手争いが入れ替わって杉浦選手が前に来たぞ。さあ杉浦選手、2番手争いがポジションを入れ替えながら激しくなくなりました。この周回は2番手争い、2番手は杉浦選手、そして鶴田選手、佐藤選手の順。さあその後もだんだん接近してきましたね。鈴木明選手が前のギャップを詰めてきました。ボーネスラー、ボーネスラー、選手がちょっと薄かったのがポジションダウン。さあ2番手杉浦選手もちょっとペースを上げたか。杉田選手とギャップを広げにかかる。その杉田選手の追いついたのは、鈴木明選手ですね。現在トップは変わらず杉浦信也選手がリーダー。それで9番のワンシップがどうしようかなというところに Go through the balance, can you see? Now if you're on the table ball, the point is that 3 minutes to go, 3 minutes to go. Start the middle stage, you are going to take up the straight ball.さあ、これ2番と3番から出した鶴田選手がコースアウトして大会とポジションだ。さあ、その間に3番手で上がってきたというのは、なんと茨城代表、宇都宮選手3番手。さあ、コースを空いてない男、空いてない男ですね。なかなかコースにも空いされておりませんが、このフェンスの乗り越え具合が茨城代表といったところでしょうか。さあ、ワクワクワクがアナウンスと言われておりますが、ちょっと変わらず、宇都宮選手が出てきたラストストレート。さあ、2番手からのジャッジは、宇都宮選手、ダブルでミステイク。さあ、一気に最高峰グループまで下がってきました。あ、トップ変わりました。あ、トップ変わりましたね。木村選手がミスしてるから、こう、杉浦選手。さあ、杉浦選手、私が宇都宮選手と共に手を奪われてる間にトップで上がりました。さあ、杉浦選手が残り時間が2分。さあ、ヤングドライバーがこの第2ヒートを取ると、一気にトップポイント、おいしいポイントが手に入ります。なお、リレー、チェンジ。さあ、杉浦選手がトップに立ちました。さあ、今度は、全日本チャンピオン経験者、三浦信也選手、残り時間が1分30秒、バナナハーフメスピード、バナナハーフメスピード。さあ、残り時間1分30秒、その差が 0.9 秒差。さあ、この瞬間で逆に杉浦選手が開いた1秒差、0.1 秒差が開いた。しかし、この1秒で木村選手が詰めてくる、詰めてくる。さあ、杉浦選手に続いて、木村選手のバックストレート、本当に通したカートの瞬間のギャップはどうだ。ワンフィニッシュ号、ワンフィニッシュ号、その差が 1.3 秒差に開いた。さあ、杉浦選手の前でバックバンカー。杉浦選手がミドルストレートからバックストレート、さあ、木村選手と見た目にその差がちょっと詰まってきたか。残り1周目争いでしょうか。残り時間が40秒。さあ、この前で実際転倒している。転倒していたのはコート内側の男、宇都宮です。さあ、トップ争いはバックストレート、まもなくタイムになります。さあ、ファイナルラップ。その差が 0.7 秒差に詰めてきた木村選手。さあ、木村選手が逃げる。追い上げる木村選手。コース中央の
ナンセットを受けて辻浦選手が最後まで木村選手が詰まってきた。さあ辻浦選手痛恨のクラッシュ。ハリー・ユウスケ選手が、もう一周来ましたね。辻浦選手がもう一周来ました。さあ辻浦選手唯一、エクストラワップに入りまして、見事トップの座をキープしてこの周回で踊っていきます。さあユウスケ見事にトップゴールを踏みしておめでとうございます。さあ辻浦選手